映画。監督は、ピエル・パオロ・パゾリーニ。第19回カンヌ国際映画祭において、主演のトトが特別表彰された。パゾリーニのマルクス主義的思想や内的独白を、偶話的に綴った、シネマエッセイと言われる。日本では長らく公開されず、1992年に、クラウンレコードが、パゾリーニの鳥という題名で、ビデオ発売。2001年、 パイオニア LDC が DVD をリリースした時に大きな鳥と小さな鳥に解体。劇場初公開は2004年5月15日から6月4日にかけてユーロスペースでも用されたボンジョルのパゾリーニの一本として大きな鳥と小さな鳥のタイトルで上映された。ローマ近郊を父親と息子が散歩していると人間の言葉を話せるカラスと出会う。カラスは不死に フランシスコ会の修道士が鳥たちに福音を伝えた話をする。フシは再び歩き出すがカラスはついてくる。カラスはおしゃべりでマルクス主義的主張をまくしたてる。フシは貧困と階級闘争を考えさせられる様々な出来事を目撃する。しかし腹が空いたのでフシはカラスを殺して食べる。ラスト、チャップリン映画のラストシーンのようにフシは歩き去ってゆく。 音楽はエンニを盛り込んネ。オープニングではドメニコモドゥーニョに映画のスタッフキャスト名を歌詞にして歌わせている。ありがとうございます。